トランスニストリア戦争は、ソイドニエストル共和国とモルドバ共和国の間で、1992年の5月2日から7月21日にかけて発生した武力衝突。歴史的に、ドニエストル川東岸のトランスニストリアは、モルダビア公国やベッサラビアに属していなかった。1940年にソ連が占領して、 モルダビアソビエト社会主義共和国が誕生する以前、ドニエストル川西岸のベッサラビアは彼らの意志で、ルーマニアに帰属していた一方、トランスニストリアは、ウクライナソビエト社会主義共和国領の一部と、モルダビア自治ソビエト社会主義共和国が約半分を占めて構成されていた。1940年に誕生したモルダビア自治、ソビエト社会主義共和国は、 現在のウクライナ領とトランスニストリアで構成された。ティラスポリは1929年から1940年までその首都であった。1980年代の終わりでもトランスニストリアの人口のうち、モルドバ人は39.9%しかおらず、ロシア人とウクライナ人は合わせて53.8%に達していた。したがって、このトランスニストリアの地では、 ペレストロイカによる民族主義の覚醒とは逆の運動でアジャリア自治共和国やアブハジアや南オセチアと同様の親ロシア運動が進行した。1989年、モルダビアはロシア語に代わってモルドバン語を公用語とする法律を制定、同時にラテン文字の使用を決定した。同年、ルーマニアとモルダビアの国境が部分的に解放された。これらは トランスニストリアのスラブ人には近い将来、モルダビアとルーマニアの統一を危惧させた。トランスニストリアのヒモルドバ人はモルドバ語が話せなかった。彼らはソ連各地から比較的近年に移住してきた人々で、モルドバ人よりも経済的に成功していた。彼らはモルダビアのソ連からの独立に強く反対し、モルダビアからの自治政府樹立へと運動が進展していく。 1990年6月、モルダビアソビエイト社会主義共和国がソ連からの主権の回復を宣言すると、モルダビア政府はトランスニストリアの分離破断圧の警官隊を投入。9月、ドニエストル川東岸のウクライナ国境に接するロシア人、ウクライナ人が居住する地域がソイドニエストル共和国として、モルダビアからの独立を宣言。ロシア語で、 プリドニエス・ロービエ共和国と称するロシア内の共和国の宣言だった。一方、モルダビアは1991年8月にモルドバ共和国として正式に独立。同時にモロトフリッペントロップ協定の無効も宣言した。また領内からのソ連軍の撤退を要求した。この時点で、新生モルドバは軍隊をまだ有していなかった。 ソイドニエストル共和国のリーダーイーゴリスミルノフは、ウクライナのキエフに飛びレオニードクラフチュクと会見。そのため、帰国直後にモルドバ警察に逮捕、収監される。人々の激しい抗議運動で、モルドバ大統領ミルチャスネグルはやむなくスミルノフを解放する。11月には、ドゥベサリで両者の衝突が発生する。 モルドバとソイドニエストル1992年になると、モルドバは国防省を創設して軍隊を保有する。6月には2万5千人から3万人の兵隊を確保する。武器はルーマニアから供給された。ルーマニアからは軍事教官や志願兵も送られた。モルドバのトランスニストリア地方に駐屯していたロシア陸軍の 第14軍はソイドニエストル共和国のおよそ8000の民兵を訓練した。また、ロシア国内のテレビキャンペーンで6000人の志願兵がロシアから乗り込んできた。これらにはボルガ川やドンガー地方のコサックが多かった。第14軍からは武器も供給された。ウクライナもまたソイドニエストル共和国を支援し志願兵を送った。1992年5月2日。 モルドバは国際連合に加盟し国際的な承認を不動のものとすると同日大統領のスネグルはルーマニアの支援を受けドゥベサリなどドニエストル側の東岸の1 2トルに及ぶ3カ所で沿いドニエストル共和国側の民兵やコサック集団に対する軍事行動を開始する前日にドゥベサリで沿いドニエストル共和国側の民兵が殺害され モルドバの警官が犯人として起訴されたことから、コサック集団が警察文書を野修したのが引き金になった。ロシアのアレクサンドル・ルツコイ副大統領は同日、ゾイド・ニエストル共和国への援軍の派遣を声明する。ドゥベサリでの戦闘は、断続的な急戦を挟んで、数週間の残豪戦となる。モルドバ側は、ベンデルなど、西岸の町への軍事行動をも行った。6月、 モルドバ警察は第14軍の少佐を破壊活動の疑いで逮捕、そのためゾイドニエストル共和国側はベンデルの警察署を攻撃、ここから全面的な戦闘に進展した。都市内での市街戦が展開され民間人に多くの犠牲者が出た。最終局面でのドニエストル側に架かる橋の争奪戦はロシアの支援を受けたソイドニエストル共和国側の勝利に終わり、 ベンデルは再びソイド・ニエストル共和国側の支配地域となった。7月21日、ロシアの大統領、ボリス・エリツィンとミルチャス・ネグルの間で、休戦協定が交わされた。エリツィンの主導で、ロシア、モルドバ、ゾイド・ニエストル合同の三者からなる平和維持軍、ジョイント・コントロール・コミッションによって休戦が維持されることとなった。この紛争での死者は、双方を合わせて、 1> 約1500人に達したが難民の発生は少なかった。負傷者を運ぶ救急車への銃撃や銃機関銃での民家や広場への銃撃も頻発した。戦局を決定づけたのはロシアの第14軍の圧倒的な戦力である。またロシア側も第14軍を解体、平和維持軍に派遣する1300人まで兵員を削減した。ありがとうございます。